りました。これ読んじゃあるかも。当ててやろうか。よっしゃー。何でした？ブルギル。はい、皆さんこんにちは。夢ごこチャンネルへようこそ。ゆきうさぎです。今回は夢ごこチャンネルについてお話をねさせていただきたいと思います。まずね、夢ごこチャンネルは皆さんに楽しい、面白い、参考になるって思ってもらえるような動画をお届けしたくてやっております。まあその中にね、まあジャンルとしては、まあ最終的な目標としては総合的なチャンネルを目指してるんですけれども、今はね釣りの動画をメインとしてやらせていただいております。まあ、もちろんね釣りが趣味なんで、楽しいことをと皆さんに発信して、それをね共有できたらいいなって思ってやっております。まあちょうどねこう動画投稿をやってみたいなって思うのと、バス釣りを始めたのが同じぐらいのタイミングだったんですよね。それでね、まあ、こういった形でチャンネルを立ち上げて動画の投稿をさせていただいております。で一応その中で、まあ約まだ1年は経ってないんですけれども、まあ、去年の5月から始めさせていただいて現在に至るまでの間でね、特に去年なんかは釣り自体のね動画をメインに上げさせていただいてるんですけれども、その中に私は釣れなかった時の動画はアップしてませんでした。これにもね理由があって、あえてね坊主動画を上げていなかったんですけれども、例えばルアーの紹介だったりとかタックルの紹介をさせてもらう時に、実際にね釣れるおすすめルアーを紹介するのに私自身が釣れてなかったら、多分ね皆さん買いませんよね。このルアー使ってみようかなとか、このタックル使ってみようかなっていう風にはならないと思うんですね。でもしっかりねこのルアーでバスが釣れましたっていうのを動画で皆さんにお見せすることができれば、あこのルアー良さそうだな使ってみようかなとか、このタックル安くても使えるんだみたいにね思ってもらえるかなと思って、まあそういうわけでね、去年は一応そういう準備期間、釣り具とかの紹介をするための準備期間として、まあ、釣れてる動画をメインに上げさせていただいてました。一応ね釣り上げられてなくてもヒットバスがルアーに食いついたりした時には、それは一応ね、まあ、バスが反応してるってことで釣れる動画としてカウントさせてもらってたんですけれども、全くね何の当たりもなくて坊主っていう動画は確かねなかったと思うんですよね。あ、まあ、今年に入ってから1個あったか。まあそれはねまたちょっとね、まあ、違った意味でねアップさせていただいてるんですけれども、はい、ということでね一応そういうわけで、まあ、釣れた動画ばかりを上げていました。まあ、もちろんね釣りのプロではありませんので毎回毎回釣れるわけではありません。どちらかというとね坊主の時の方が割合的には多いかもしれないですね。なんでねかなり大変でした去年はね。もうとにかくルアーを紹介するたびにね必死でバスを釣ってましたね。まあ、ルアーとかワームもですけどね、まあ、そういった理由がありました。一応今年の方針としては、まあ、チャンネルとしてはもちろんねこの趣味の釣りはメインでやっていこうかなっていうのは考えてるんですけれども、まあ、それ以外のことも徐々にねやっていきたいなっていうのは考えてまして、まあ、釣り具も含めていろいろなね私が今使ってるもの、まあ、商品とかの紹介とか、あとはね新しいもののレビューとかもやってみたいなっていうのはありまして、まあ、そういった動画をね徐々に作っていこうかなって考えてます。釣りに関してはもうね釣り具の紹介とかもさせていただこうと思ってるんですけど、釣り自体のレビューをしていこうかなって思ってるんですね。まあ、釣り自体のレビューってどういうことって思う方もいらっしゃると思うんですけど、まあ、簡潔に言わせていただきますと、まあ、私のねそういった釣りの動画を通じて皆さんにね釣りの楽しさをね届けしていきたいなと思ってるんですね。まあ、さっきも言ったようにねバス釣り私なんかはね特に釣れないことの方が割合で言うとね多いんでね、まあ、そういったところも含めて釣れても釣れなくても釣りは楽しいんだっていうのを皆さんにねぜひ知ってもらうことができればねいいなって思ってます。まあ、特にねこれから釣りを始めようかなって思ってる方たちとか釣りを始めたばかりのね方、まあ、そういった方々にねもっともっとね釣りを楽しんでいただけたらなって思う、釣りを楽しんでいただけるような動画ですね。はい、まあ、その辺は、やっていきたいと思います。まあ、そういうわけでね今後はね坊主の動画とかもガンガン上げていこうと思っていますんで、まあ、ぜひね楽しんで見ていただけたらなって思います。
ただければなと思います。ただね、私は基本一人で釣り行ってるんで、こうなんか相方との掛け合いみたいなところもないですし、ただもう黙々とね釣りをしてるだけなんで今はね、まあ、その辺はちょっと考えながらやっていかないとなって思ってます。まあそういうわけでね、まあ、今後はね皆さんから、まあ、こういうことやってみてとか、こうした方がいいよみたいな意見とかね、あとはなんかこういう企画やってみてくださいみたいなね、そういうコメントをいただければ私も、まあ、今後の活動の参考にねさせていただけるかなって思ってるんで、もう何でもいいです。ね、コメントいただければ、まあ、私のできる範囲にはなってしまうんですけれども、やっていこうかなっていうのは考えてるんで、ぜひね、まあ、皆さんのそういったねお力もお借りしつつやっていけたらなって思います。ただね、私は今、まあ、YouTube 一本でやってるわけではないんで、もちろんね生活があるんで、その辺はね私のできる範囲にはなってしまうんで、まあ、できることとできないことっていうところの線引きは申し訳ないんですけどちょっとさせてはいただくんですけれども、まあ、できる範囲でねやれることがあればどんどん取り入れてやっていきたいなと思いますんで、ぜひぜひコメントいただければなと思います。はい、であとですね、過去の動画でプレゼント企画のお話をさせていただいたことがあるんですけれども、まあ、一応その中で3月中に達成したら、まあ、1000人ね登録者数1000人達成したらっていうお話はさせてもらったんですけど、まあ、3月過ぎてもねこれはやろうとは思ってます。登録者数が1000人達成したら記念というかね、まあお礼というか、まあ、本当ね弱小 YouTuber なんで、まあね、まだまだ駆け出しの状態なんで、本当にねささやかな、まあ本当気持ち程度になってしまうとは思うんですけれども、まあ企画の一つとしてねちょっとやらせていただけたらなと思います。やっぱりこう見ていただいてる方とね一緒に楽しくやれたらいいなっていうのは考えてるんで、まあこのチャンネル自体はですね、なんでね釣りとかもね、もし釣り場で見かけたら声かけていただければね、お話はしたいなっていうのもありますし、まあ、そういうことでね、今後もねやっていきたいと思います。まあ、とにかく夢心チャンネルは、ゆったりまったりのんびり楽しくやっていこうと思います。はい、というわけで今回は夢心チャンネルのお話を改めてさせていただきました。最後までお付き合いいただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。概要欄もぜひご覧ください。それではまた。